疑問なんですけど、何なんで赤ジャージで始めようと思ったんですか。確かに。確かに。うん、何これお笑いポポロみたいになってるけど、雑誌のインタビュー。そんなの。なんかちょっとみんな気になるじゃないですか。なんで赤いジャージをずっと突然。いや、だからそんな真面目な話がありますよ。はい。はい、俺、まあ、そもそも絶対にジャージが良かったっていうのがあったんですよ。案件ですか。え？案件だ。おかしいや。ギリギリ YouTube チャンネル開設しました。第1回目の動画、案件っておる？え、でも。未だかつてそんな YouTuber おる？1回目だ。1回目か。おらんだ。1回目か。そんなやつは。絶対おらんよ。1回目だ。そっか。案件なわけがないよ。そんなやついいよ。やっぱ体を動かすのがもう考えてたし、なるほど、あと赤が好きっていうのと、あとこれやらしい話ですけども、いずれキャラクターグッズとかにもしやすいんだな。あともう一個はもう毎日配信するって決めてたから、もう衣装がめんどくせえ。ああ、そうそう、それはマジで間違いない。間違いない。もう一個ユニフォームを決めた方がやりやすい。何着ぐらい持ってるんですか。ジャージはもう数え切れないですね。これだから要はブランド自分で作ったんですよ。え、作ったの？サックっていう。本当は後ろに入ってる。サック。そうそうそう。これ作ったんですけど。ブランドなんですか？サックって。サックって。サック。舐める。じゃあ、だから、それは。サック。カジオサックするってこと？カジオサックするってこと？そういう意味でよ。え？サック。もうだいぶ序盤にアンチからそれいじられてんだよ。そうや、掘り返さんとってや。そうやったよ。掘り返さんとって知らんかった。一回も反応してないのよ、その。知らんかった。俺もつけてから知ってん、そういう。知らんかった。知らんかったよ。じゃあなんでサックがついたんですか、逆に。いや、それで言うと、カジサックって実は、アネロの扉っていう番組があったんですけども、それの深夜時代にコント番組やったんですよ。で、そのコントで、俺、カジサックくんっていう、タイ人のコントをやってたんですよ。あれは、寿司屋の。回転寿司はゴールデン。あれは、あの時の名前何でしたっけ？あれはカジカラス。あ、カジカラスや。そうそうそう。メキシコだったんです。メキシコのカジカラスは回転寿司っていうゴールデンのあれやったけども、もっともっと深い時代やね。そう。時間の時に俺はカジサックっていうめちゃくちゃ滑ったの、そのコントが。へぇー。だから逆にめちゃくちゃ覚えていて、いつかカジサックでリベンジがしたいと思ってた。うわぁ、かっこいい。ちょっと、いいね。そうそうそう。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。